どうも、パフォーマンストレーナー、の之介です。さあ、今回は We TOO 動画ですね。久しぶりですね、ここね。えー、最近はいろいろ韓国のかなこれ、看板するいろんなものがたくさん出てますが、実はあまり、えー、と見れていないのでですね、ちょっとここで見たいと思います。お、まやし。 マちほんとにカチューシャがかわいいですねおブラッドタイプ AA 型っぽい僕はあんまりあんまり気にするまあまあ日本まあ気にする気にするっていうかまあまあなんとなく血液型とか見ますけどねうんなんて書いてあった今そうですよね I'm I always relaxed plus calm.、Uh, she never lose her smile on her face. そういうことね。確かにこう、ゆったりしてますよね。お嬢様お嬢様って感じ。<laughs> お嬢様 今こういうコンデジ流行ってるんですよね。TWICE のももちゃんも持ってたけど僕らがそれこそオーストラリアに行,く行ってる時ですよね200万画質のデジカメを買ってもらったぐらいですからねそういうのが流行ってるっていうのはすごいですよねそっから400万画質のこういうあのソニーのこうさその当時のサイバーショットかなスライドするやつをバイトして買ったりもしましたけどね ちっちゃいやつこや流行ってだってこれがスタンダードでしたからね不思議ですよね大型っぽい、uh, r i m is talented in multiple areas まあ多面でタレントが才能があるチェアフォー and b u b うん リマちゃんは本当僕だからリマちゃんのドラムやってたじゃないですかああいったのをねライブでやってほしいっすよねうんやっぱ二次プロジェクトっていうあのプロジェクトでまああのやかさんのテニスとかも引っ張ったぐらいだからゆ、ねね、からさんそれこそピアノとかねなんでゆかさんピアノやってドラム叩かないんやいう話リマちゃんとね 今度やって欲しいですけどそういうここに「タレント」って書くんだったらそのタレント出してほしいなっていうあやばいこれついてないまこちゃん <laughs> うんそういうアウトプットがねはいうわあニナちゃんも大型なんて書いてある Nina has a soft heart and a charming personality. このソフトハートっていうのは、こう、なんてかわいいのかな、柔らかい、なんていうのかな、心を持ってるっていうか、それともちょっとセンシティブなのか、どういう意味なまあどっちか、多分、 柔らかいハートを持ってるんだなんて、温かい、温かみのある。でも本当、毎回思うけど、ニナちゃんはやっぱり一番堂々としてるね。言葉に覇気があるというか、言葉と表情というか、立ち姿にね。あ、これも大型なんですね。m ヒ he is a, a d m どういう意味だろう ?Person.With a, person a new personality. あそうなのね誰か左利きいたね、リマちゃんかな ?AB 型なんだ、おもろい。リク is the mood maker, asshole's h e makes her, her friends laugh with her bright リク、うん、ちゃんはこう普段がこういう感じですねまたこうライブで見るとちょっと全然また違うんですよねうんリクちゃんはライブの時のあの踊ってる時とかもっと線外したらおもろい感じがするんですけどねあのいわゆる なんていうのかな、ちょっと笑い路線というか、あれがそのまま体の動きにシュッと入ってくると、なんかこう爆発的なものを生むような気がしてるんですけどね。うん、またこれからどんどん線を外してほしいですね。うん。あの、可愛い可愛い綺麗綺麗アイドル文化を壊してほしい感じがしますね。可愛い,い。 これが今回のコンセプトなんですかね。全部だってこれ韓国語様の子が書いてあるので。プレスプライ。ナイス e e t o う。おお、20。20。ありくって書いてありますね。うん。お来ました。これね。これよ。えー、そうなんだ。 インキガヨーライブイントーキョーでトワイスタノワリーズ・ラブをカバーさせてくれますほんまかいな。見てリオちゃんきれいうん。うーあやかさん。手見えてない。 うんかわゆすうんリオちゃんかわいいなこの髪色ほんとマッチしてますよねうおきたまゆかさんはちょっとまあまあいいね 金よりやっぱこういう方がいいっすねうんニナちゃん足投げなんちゅうビジュアルよニナさんうんまユかさん細いな <laughs> ちょっと絞れたねさらにちょっと落ちてるね落ちたねうん そうあの僕とかももうそんなやってないですけどやっぱボディメイクをね担当した時もあるんでまあ人のこう絞れ方っていうものにすごく注目を置くんですけどねやっぱ足と上肢の比率がやっぱこう変わるのがやっぱりダンサーさんというかアーティストさんの特徴なんですよね、うん、上肢がすごくフラットになっちゃうっていうしょうがないね、まあ、ちょっとたくさん食べてね あー最高すごいね股関節からすっーい抜くからねヒンジ綺麗なヒンジ <laughs> おあいいですねちょっと待ってこれと毎回認証入るねリオちゃんおあわかる B 型ですね リオ leads the class with her bright personality. ああ、なんかそんな感じするね。うん。まあ引っ張っていく。leads ってリードするっていう意味ですけどね。うん。でも緊張しいな感じがありますよね。B 型ってそうなのかもしれないですね。僕なんかめちゃくちゃもう超上がり性なんで。まあ僕も B 型ですけど。うん。 とんでもない上がり症なんだけど、まあ、引っ張ってこうとは思わないかな。引っ張ってこうとは思わないけど、オンリーワンになりたいという気持ちは常にありますね。うん。ナンバーワンになんかなろうとは全然思わないです。うん。と、だ誰かに勝とうとかそういう精神はもう僕全くないから、だからスポーツが、あの、選手としてはもう全く、それに気づいたのが僕、十 8歳19歳の時人から勝ち負けをこう言われる、まあ、僕は格闘技とかにいたんで勝ち負けを言われた時に何にもしっくりこないっていうことに気づいてそこで弱い強いということジャッジされることがものすごく嫌い,だ嫌いなんですよねそこで自分が思ったんですねああもうこれは選手にはなれないでこのトレーナーという立場をもう完全に選んで 勝ち負けにはこだわらない人生を選んだのがもうその1819の時に総合格闘技のえっと大阪屋のジムに行ってフルぼっこにあった時にを感じたんですよね何も悔しくないんでうんそうごめんなさい話してると B 型がそうなのなんか B 型ってそういう風にリードしたいっていうかいろんな意味だよね チームまとめたいとか僕から言うとその僕自身はこの業界をリードしたいリードしたいってわけじゃないけどうんそういうふうに思ってますねマリオちゃんは多分僕らが分からないとこでそのダンスとか技術的なとこをすごく NiziU ちゃんにリードしてるのかなっていうのはなんかそのトゥー NiziU で感じましたけどね き、ね、ました !BloodTypeA! んマコマコ is an active sociable person 社交的なんだねマコちゃんのあれが全然あれだねないねかわいいうぅ <laughs>

うん、なんか韓国のなんか英語な感じするね。うん、あの韓国の人たち人と僕はもう15歳ぐらいかな15歳から僕韓国の人と住んでたりしてたんで韓国人の人たちとで韓国の生徒の人たちが多かったんでえっとね韓国の人たちって最近気づいたんですか。 今思い出してたんですけど何て言うのかな人,人に対しての,その形容詞をすごく使う気がするんですよ。She is なんかすごくそれ言う気がするんだよな。うん、すごく人に対しての表現がものすごく強いというか、うん、日本人ってすその何かに対しての表現を使うこと苦手じゃないですか。 例えば、うちのお母さんはこう,こうなんだよとか、こういう色が好きなんだよとか、なんか、うん、人に対して言うのは不得意じゃないですか。他人に対して。初めての人に。でも結構、その、やっぱり情報シェアするっていう、人を分析して評価するっていうことが得意なのかもしれないですね。わかんないですよ、これ。日本の人が書いたのかわかんないですけど。うん。でも、英語がなんかすごくそんな感じがするわお、wow. まゆかさんかわいいこれが一番かわいいよまゆかさんこの髪色金じゃない方が絶対いいうんマユカって本当骨格からして美しいよってコメントあるんですけど本当骨格がねうん当上司歌手まあカゴちゃんだよね うん、あ A 型なんだ真由香さんって大型っぽいけどこういうなんか学校メインなんだねしかしさやっぱりこれ韓国向けなんでしょうやっぱ戦略がすごいね引っ張るねうんきました これ後ろに「フィルスペシャル」って書いてあるけど「フィルスペシャル」これ見たら泣いちゃうよねいつかあのライブで見たいっすよね、まあ、懐かしいっすねなんかね それだけかい <laughs> それだけすっぴんかなまやさんのいいっすよねこれねまやさんこの顔が一番あまやさんじゃまやさん <laughs> あこんがらがる <laughs> ィジャー。あここに書いてありますねアップロちゃうプッたケけぷッたっけこれから よろしくっていうことかね合ってるかな <laughs> もう韓国語1年ぐらいやってないから分かんないね読みやすいんですけど最近ですねあの韓国とねミーティングしたんですよあの僕は韓国アメリカ韓国とこう関わりのあるでアメリカの教育のアジアの核が韓国なんで 僕のインスタグラムをすごく見てくださってで韓国からミーティングしようって言ってくれてただねそうだからあまりこうちょっと最近テンションが落ちてるのがですね、うん、やっぱちょっと日本で日本の,そのトレーニング文化フィットネス文化っていうのは他国に比べてその日本ってあのアスリート好きじゃないですか一つに特化した誰々が金取ったわいや騒いで大谷翔平選手好きじゃないですか。 でそういうふうにいわゆる、まあ、マスコミの力なのかなわかんないですけどでも僕らってジェネラルポップって言って一般の人たちに対してどういうことをやれてるかっていうことが他国ではすごく重要なことなんですよね我々フィットネスとか何でもそうなんですけどあまりアスリートだろうが一般だろうが関係ないんですよフィットネスって本来は。 日本って誰々が使ってる誰がやってるうわーなるじゃないですかでもそのどうでもよくて僕からしたら自分一般の人たちがどういうフィットネスを知識を持ってどういうことを実践してっていうそれを配布する仕事なのでそういった意味で韓国が中心となって台湾上海ってものすごく成功しているものがあるんですけどやっぱり日本には来れない日本ではできないっていう判断になってしまったんですよね悲しい 今アジアでは一番うん,うんとすごく安全で綺麗な国なんですけどねそう新しいものにこう時代を作っていくっていう国ではないかもしれないですね何か一つをこうのなんかこう島国の中でも変わらない要素を良くしていくような国になっちゃって,てねうんごめんなさい愚痴っちゃったかわいいあれ マーコンに来ましたねおおおっ来るぜおい最高おおマーコちゃんやってこうよこれおいうおろっ骨しまってるおおそらきたよこれよ あのね、こういう、こういうやつよ。こういうのをやってほしいよね。ウェイ、いいっすね。もうほんとね、この共通12番から足がすこーん出てる感じ。ウォアームス、見てください、この綺麗なライン取り。ライン取ってるよね。これ、ウェイ、いくよ。 俺このラインの鳥がさすがですね。いやあ。うわ綺麗なライン。やっぱマコちゃんはアサルトだね。いいね。<laughs> うん。いいっすね。やっぱ力ありますよね、本当に。獅子の動きに。あとやっぱりその。 僕、スティック・トゥ・グラウンドとよく表現使ったりするんですけど、やっぱりこう、地に、あの姿勢がこう、ちゃんと安定してるというか、安心して見てられるっていうか、なんというのかな、こう、ふわふわしたようなあ動きじゃないですからね。まあ、当たり前の話なんだけど、僕はね、こう、サクッとこう、スッとこうし、 地に刺さるような姿勢の取り方する人がすごくタイプなんで動き的に、ねまあ、そういうことを追求してるからなんでしょうけどダンサーさんマジ少なくてねうんあの最近僕これもまたあのこんなところで愚痴ったら本当申し訳ないんだけど新しいダンスの先生のところ行ってうん やっぱねダンサーさん僕は結構新しい先生入ってきたらまあ受けれるとこは受けに行くんですけどやっぱなかなかねうんこんなこと言ったら申し訳ないですよね別に踊りはかっこいいね踊りはかっこいいんだけどやはりその人間の真っ当な動作ってあるじゃないですか例えばしゃがんだり足開いたりとかあとストレッチの仕方あとストレッチの手順アイソレの手順でアイソレーションとリズム取りが これ僕がね絶対完璧にできるかあんまりできないからあんまり偉そうに言えなくても僕は受ける側だからね、うん、そう受ける側としては、まあ、変に知識があるからねアイソレーションなのかリズム取りなのかこれ明確にしてほしいんですよね例えばダンのリズム取ってる時にダンサーさんって絶対にこうやって首が何ていうのかなもう入ってきてしまうっていうかあこれがリズム取りなのかなって ダウンでリズム取ってんのか首へ、首がこう勝手に入って、はい、これダウンのリズムですよ。はい、まずはヘッドコントロールして、脊柱、体幹、まっすぐ引き上げて、骨盤や肋骨、頭を上下にまっすぐ下ろすダウンのリズムを取ってくださいっていう先生の方が好き。で、実際にそういう先生にずっとついてるので、僕はあんま好きじゃない、はい、ダウンやります、パンツ、ツこれ、首入ってきてしまうの、あんまり好きじゃなくて、それでもうね、シャーッと弾けちゃうんですよね。 そうだからその知ってますね <laughs> 知らないか知らないしトレーニングの考えで分離共同ってあるんですけど分離させたものは分離して鍛えるでそれらを共同するっていう考えのもとで考えるとダンスのいわゆるまあウォーミングアップじゃないけどレッスンの構成で考えると分離から始まるじゃないですか。 アイソレ、リズムのり掛け合わせステップの動作振り付けっていう風にこうなっていくわけですけどそれがねめちゃくちゃになっちゃったですよね時々特に若い子若い先生多いかなうんやっぱかっこよさあるかもしんないでもそれはリズム取りとアイソレーション合体させてる動作だからちゃんとそれは意図を持って言ってほしいし逆にこれからキッズを育てていくってなると そ,うそれはエラーの情報だからああ間違った情報になっちゃうからね、うん、だから多分そのアーティストさんとかってやっぱりその分離したものをちゃんと明確に見せるでそれが分離させた時にその分離させたものをどうやってスペックをこう上げていくかっていうことをちゃんと理解してるしそれをじゃあ どういった重心移動だったりとかリズムの取り方と掛け合わせていいかっていうものをちゃんと理解して多分頭の中で分けて見たりとかしてもしかしたら振り付けの中で何回かやりながら一個一個こだわってあの修正してるんだと思いますねだからすごく大事なんですよねその愛それなのかリズム取りなのかそこをちゃんと意図的に共同してやってるのか分離させてやっていくのかっていう。 嫌だよね、こんな生徒いたらねああ <laughs> このヒップハイク出せないけどね <laughs> いいね <laughs> ういいねうんいいねかわいすぎる病気になりそう 何これハロウィンかわいいリオちゃんああなんかいいっすねウェンズデーって感じ韓国こういうハット好きですねベレ,ベレーキャップなんかウェンズデーって感じリクちゃんかあウェンズデーじゃん やっぱ20上がるな。What is that?Hurt beat. あいにく画質が悪すぎる。う <laughs> お、これ真ん中でよちゃんでしょううえ。いいね。まゆかさん、あやかさん、まこちゃん、まやさんか。 おいおいうわやっぱいいちょっと待ってちょっと待って一旦落ち着こう <laughs> 一旦落ち着けリオちゃんの重心移動もいいけど綾香さんの股関節の落とし方もすっごくいいね まこちゃんの刀のアイそれ決まってるこれ一番左マヤさんでしょ違う、はああいいっすねアーバンチックいいねあのさこれさこれさこういうの毎回出してほしいんですよ本当に 絶対そのアーティストさんはスペック上げでこういう練習してるはずだからそのさ NiziU ちゃんたちは絶対にこれから大事だと思うのはやっぱり可愛いい路線がこの日本で、うん、なっちゃってるからやっぱり今の人たちのさあの人たちのその価値観って絶対ギャップってあるじゃないですかギャップという価値観。 あそれをこう出していくべきだからねえ誰みたいなえあの子たちこんなことやるのみたいなあそういった上でね絶対出していくべき出せるじゃん <laughs> 低いんですよねリオちゃんいいっすね穴開きそうゆかりう足先取ってる C っていうのはもうちょっと画質をおぅ この首のシルエットの取り方さすがっすよねうえいうおう,うえいうえマコ、ま、さん走るうえいここらへんね こうね、あの骨盤前方シフトをこう前前方方にこううまく上げて伸ばす、上げて伸ばすってこう上げて伸ばすってこと、前方方向、ヒッチヒッチングして前方に引っ張り出すっていう、この骨盤の動きね、あ難しいですけどね、まこさすがマコさん。これ、このねちっこさいいっすね。うィー ウェイウェイこれねここにコメントがたくさん書いてありますねうん「20はもっと評価されるべきみんなすごいのやって書いてありますねこれはねあの皆さんの中田あっちゃんさんの 解説動画をぜひあの見てみてください。あのなぜ k p o p が成功しているのかっていうこれは国を挙げてでももう予算の使い方が違う。うん、あの韓国っていうものはその電子関係デジタル関係の,そのプラットフォームに対しての,その経済が目を向けたのが97年なんでそうだからさっきもねあの僕自分の話しましたけど日本 の企業自体が配信力というか、配信する価値というか。がないんですよ。これ、あの皆さんも自分の私生活において考えて、あの見ると例えば連絡のまあ、韓国でよく言うじゃないですか。連絡の頻度が多いとか。 でもそれはね裏を返すとそれだけ配信する能力なんちょっとした情報でもパンと配信する能力がやっぱり全然その日本って多分文化的にも価値がないそこが遅れてるっていうふうになっちゃうんですね今世界的にねそうだから何をはい結局それ僕企業の人たちに言うと何を配信していいか分かんないって聞く言うんですよだその時点であのやっぱり日本企業 みんな含めダメでまあ ANA さんアナさんとかもあの今ね結構その CA の方とかとうまく使ってプロモートしてますけど量あれをやるんだったら量的には少ないですよね、まあ、まあだからああいうふうに企業がちょっとしたコンテンツをパッと上げてくっていう時代なんですけどやっぱ日本はそのそのなんていうのかなもう日本の経済の動き方自体が 配信ができないというか、配信が苦手というか、まだ多分、価値観が分かってないんだと思います。僕とかがトレーニング動画を上げてる、その理由が分からないっていう、うん、そこら辺なんですよ。日本人って面白くて、その日本の企業さんと話すと、なんでこんなトレーニングを上げるんですかっていう言葉が出るんですけど、逆に言うと、なんで上げないんですかって。で、びっくりするんですよ。それを上げて何の効果があるんですかって聞く割に、 あなたたちも何もやってなくて集客を求めてるんですよね。だったら何かやって集客がない方がいいじゃないですか。っていう考えなんですよ。ゼロよりも1の努力してた方が絶対にいいわけじゃないですか。日本人って、なんていうのかな、ちょっとやって100を稼ぎたいから、からちょっとのことはやれや、やり方が逆に分かんないんですよね。まあ、それを感じますよね。うん、だからこういう配信は、 ゼロじゃないからこう逆に言うと僕は今の時代こういう配信の方がいわゆるファンをグーン増やすと思うんですよねここのコメントこういうコメント絶対拾うべきこの子誰だと踊ってるメンバー誰だとか右から何番目の子の名前何とかそういうふうなコメントを拾うべきですよねこれマユカさんだよね 来てるよね。おい。うえい。リオちゃんかっこええなう。やってこうぜ、これ。<laughs> いいねこ、これ、これ、これ、まやさんでしょ間違ってたら、本当やばいな。<laughs> うえい、まとめ方。うお、まやさん、動く。いいね。まゆかさんもいいね。うえい、ちょっと早かった。うえい。いやー、これですよ。これこれ。うん。こういうのやってこう。やっていってほしいです。ほんとに。この30秒の、この、この価値、めちゃ高いですよ、これ。うん。 これが大事ですね。はい、いややっぱ23は見てると楽。<laughs> 解説してるとさ、もうほんとさ、なんかこう、新しい子たちとかも名前を追うの大変ですけど、やっぱりたまには自分の推しを、たまにはというか、毎回したいんですけどね、圧倒的にね、コンテンツが少ないんですよ、やっぱり23。そう。めっちゃ少ない。だから、韓国のカンブは楽しみですよね。まあ、ちょっと ちょっと残念な気もするけど残念っていうかうん悲しい気もするけどなんか両方両国で頑張ってほしいまあ両国になるとちょっとねあのストレスのボリュームが多くなっちゃうからですけどうんはい <laughs> <laughs> さよなら